体の声を聞きなさいっていう、私がフォローしてる、私は勝手に先生って呼んでる人なんですけど、まあ、ある種の達人の人というか、 SNS のアカウントフォロワー30万人くらいいる人なんですけど、体の声を聞くというイメージではなくて、体が声なき叫びを発していくというイメージがいいかもしれません。どこが違うのか全く分かんないんですけど、というか体の声を聞くっていうのと体が声なき叫びを聞くのって、それって言い換えも全くなくない？っていうか同じじゃない？全然同じじゃないですよ。全然違いますよ。体の声を聞くということは、この波動に身を任せる。激しい緩急で穴が呼ぶ石が当たる。